はじめましてみんな。教育実習でこのクラスを担当する塩田渚です。あれから7年が経ち、僕はすっかり身長も伸び、慕われる先生になるはずだったのに。実習生だ。吹いてんじゃねえよ。てっけこいつ女じゃねえ。ズボン脱がそうぜ。厨房だろてめえ。どうしてこんなことに。まさか中学から全く身長が伸びないとは。みんなすくすく伸びたのに。カルマなんて185センチとかふざけてる。おまけに実習先はこの修羅場だ。暗殺教室と力関係が完全に逆だ。この高校がどんなところか分かってんのか。入院したくなかったら自習にしとけ。チャイムが鳴ったから席について。席について。俺らに命令すんじゃねえ。殺すぞ。あ？殺す。殺すか。誰もが聞いたことのあるありふれた言葉だけど、僕らにとっては勇気をくれる魔法の言葉。殺せるといいね。卒業までに。席について。授業を始めます。